どうもこんにちは。今日はですね、日頃の子育てにやっていることを話していこうと思います。テーマはですね、おねしょカレンダーをつけています。で、おねしょってですね、一回やるとっていうか、一回事故が起こるとですね、高確率で連続します。で、本当に下手したら3日連続なんていうこともあったりしまして、そうなるとですね、親の方もですけども、子供の方ももう心が折れてしまいます。で、子供もですね、本当に申し訳なさそうになってですね、怒られるからか知らないですけども、表情かなり暗くなってきます。で、意識すればするほどなんかおねしょしていくんじゃないかなっていう状態になってしまいます。なので、まあ正直子供もかわいそうですし、親もですね大変なので、今ではおねしょをした次の日はですね、絶対に漏れない対策を講じようという努力をしています。で、まあおねしょ対策で一番効果的で簡単なのはですね、この前にあるおやすみマンを使うことということでございます。ただ、これはですね、1枚あたり60円ぐらいかかるっていうことで非常に高価なので、まあ他の有効手段ないかなっていうことで探しています。で、そのまあ傾向と対策ですね、おねしょの傾向と対策をまあ理解するために、おねしょカレンダーっていうのをつけています。で、まだですね、始めてから1ヶ月ほどになりますけれども、そこで分かってきたこと、いや、やって、あ、これいいなというメリットなんかを話していこうと思います。ただ、このカレンダーという、おねしょカレンダーといってもですね、それは、漏らした日をチェックするものではありません。その日に、どれだけおしっこを紙おむつにしたかっていうのを計測して書き残しているんです。まだ、どんな日にですね、おしっこの量が増えるか、とかの傾向がちょっとまだ分かってません。例えば鍋の日だとか、果物をたくさん食べた日だとかですね、水を飲んだ日、ジュースを飲んだ日っていうことで、おしっこの量が増えたり減ったりっていうのがですね、まだ実感して大差が出るっていうのは感じていません。ただ、まあ傾向としては日曜日の夜、要するに月曜の朝に測ると、まあおむつの重さがかなり重くなってるなというのは感じます。感じますというか、実際そうなっています。で、まあおそらく急に寒くなるような時期、今の時期ありますけども、おしっこの量が少し多くなるんじゃないかなというふうには思っています。ただ、急に寒くなる日っていうのは万全な体制をするので、普段と大きな差は出てないような統計になっています。で、そんなこんなでまだ始めたばかりなんですけども、どうやってですね、おしっこの計測をしているのかとか、まあ、計測をして分かった意外なメリットについて話していこうと思います。まず、計測の仕方なんですけども、用意するものはサランラップとはかりです。はかりの上にですね、サランラップを引いて、引きます。これはですね、おむつが直接はかりに触れて汚れるのを防止するためです。で、子供が朝着替えるときに脱いだ紙おむつをはかりの上に乗せて、で、その重さを測ります。で、そこから未使用の紙おむつの重さを引きます。例えば、おやすみマンの場合は、サラの状態だと1枚あたり、ビッグサイズだと 50g です。ですから、例えば、測って 250g って出たら、引くことのおむつの重さ 50g を差し引いた 200g っていうのが寝ている間のおしっこの量だということがわかるということですね。で、それをまあ手帳とかカレンダーに記載するっていうやり方です。で、実際、まあ計測して分かってきたことはですね、おしっこの量が多すぎて漏れて、まあパジャマとか布団とかを濡らしてしまうっていうことばかりじゃないっていうことが分かってきました。どうしてもですね、朝起きて子供がおねしょして濡らしてるとイラッとしてしまって、かなり厳しく怒ってしまいます。
でもこうやって計測してですね、おしっこの量が少ないのに漏れてる場合とかはですね、寝相の悪さとか紙おむつの、まあ、付け方ですね、使い方が悪い可能性っていうのも考えられるので、子供ばかりが原因じゃないなというケースがあるっていうことに気づくことができたのは良かったと思います。で、実際おねしょをしてもですね、計測の結果が、まあ、紙おむつのおしっこの量が少なければですね、子供に対しても、私も、まあ、感情的に怒るような、何ですか、トリガーにならないので、やってよかったなと思います。で、まあ、例えばこんなケースあります。ちょっとこれ皿なので中には見えないんですけども、おやすみマン、すごく、吸収力がでかいんですけども、これ、男の子用とか女の子用とかがあってですね、その、まあ、おしっこの出る位置に多分、吸収ポリマーが厚く、まあ、用意されているっていうことなんですけども、これ、表裏反対につけるとですね、要するに、お尻に来る側におちんちん側がつけばですね、ちょっとおしっこが多めになるとすぐ漏れるっていう可能性があります。こうなるとですね、これはもう子供の責任というよりも、それを吐かせてチェックしなかった親の責任っていうわけですね。で、実際私は、前後ろ反対に吐かせて、おねしょ事故になったっていうことがあります。まあちょっと内緒ですけども。で、その時に測ったおしっこの量は 207g。まあ漏れた量があるので、もうちょっと多いわけなんですけども、実際普通であれば、おやすみマンじゃなくても、パンパスであっても全然漏れないレベルの量でした。で、話を戻しまして、計測して、まあカレンダーにつけるのが当たり前になってくると、おしっこが漏れても漏れなくてもですね、重さをまず測ろうとします。で、以前であれば、漏れたのを発見、イコール即マジ切れっていうことだったんですけども、今ではですね、漏れたのを発見したとしても、すぐ脱げって言って重さを測ります。で、そして、グラム数で原因を予測してですね、から子供に接するっていうことで、タイムラグができる分ですね、まあ子供がおそらく原因だろうなと思うようなケースであっても、なんて言うでしょう、感情的にブチ切れるとか、そういうことはならなくなってきました。ただ、おねしょの処理をしている間に防水シーツに保護されなかった例えば敷布団だとかに漏れが発見された場合にはちょっとその場合は除外するっていう感じですね。というようにこういうふうに計測していくっていうのが、まあ、習慣化してくるとですね、親子ともに、まあ、精神衛生上にも良さそうなので引き続き、まあ、計測して記録していきたいなというふうに思っています。もしこれをやっていく中で、これから寒くなってきますから、おそらく傾向とか出てくると思うので、それで対策なんかが発見できたらですね、それはまたこちらで発表していこうと思います。で、子供のお世話っていうのはですね、体力も精神力も必要です。で、怒ってばっかりでは子供も、かわいそうです。でも、我々アラフォー世代っていうのはですね、体力のが低下するとですね、やっぱり怒りっぽくなったりとか、感情をむき出しになってしまったりとかっていうことになってしまいます。なので、まずは体力アップっていうことが、まあ、子育てにはまず必要なものになってくるかなというふうに実感しています。で、そのための最良の、まあ、知恵だとか、情報だとかですね、具体的なやり方っていうのを教えてくれるサイトのリンクを貼っておきますので、関心ある方はチェックしてみてください。今日も最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。